ったね。来るな。すまねえ。明日は早えんだ、さっせと寝ろ。くそ。まただ。動きたいのに動けねえ。声すら出せねえ。自分の体が自分のものじゃなくなる夢。自分が普通の人間じゃねえのは分かってる。一月ごとに服を買い替えなきゃいけない人間がどこにいる。最近じゃそれも落ち着いてきたが、ついこの間まではこのままジジイになっちまってバイソンに下の世話をされんのかとマジで心配してた。ジジイにはならずに済みそうだが、夢の中のモヤはどんどん濃くなってる。そしてこの力も。君、すごいものを閉じ込めているみたいね。うわ、何なんだてめえは。どっから出てきやがった。バイソン、おいバイソン。このまま大人になっちゃうと君は君でなくなっちゃうみたいよ。余計なこと言ってんじゃねえ。あ、そういえばお師匠がこんなこと言ってた。宿命は変えられないけれど、けれど、だけど、でも、そして、あれ？忘れちゃった。とにかく君たちも大変よね。気をつけてね。なんだありゃ。おい、ほっとしてんじゃねえ。さっさと済まして基地に帰るぞ。その基地もぶっ壊れた。これでもうあの夢を見ることはねえ。置いてくぞ。そう思っていた。
このまま大人になっちゃうと君は君でなくなっちゃうみたいよ。あの変なのは君たちと言っていた。あれはバイソンのことじゃねえ。多分俺みたいな奴が他にもいるってことなんだろう。どういうつもりだ。俺はこのままじゃ俺はあんたの背中を見失っちまう。てめえはまだ弱え。ひよこは黙って後をついてきてりゃいいんだよ。俺はひよこじゃねえ。あんたの力になってるだろうが。やるじゃねえか。てめえの弱さを思い知らせてやる。確かに俺たちが背負った宿命は変えられねえかもしれねえ。だがよ、てめえの運命ぐらいはてめえで決めさせてもらう。Thank you.